まず調味料を作ります。醤油、はい、それからみりんを大さじ同じく1杯、そしてお酢も同じく、はい、そしてで最後に砂糖を混ぜて、で調味料が出来上がりです。今日は皮なしを使っていますね。皮は全部取ってあります。これをこうやって上にしていきます。骨肉をこっちは全部使っていきます。はい、はい、これを塩を大体3分の1で、ボールを動かしてやる。これで火を止めます。これを止めます。火は止めたらいいんですね。ちょっと火を抜きます。で火を入れます。余熱でもう火を止めます。で最後にこの唐辛子、マリネ麺を結構多めに入れます。バンズで はい、これで完成です。ミルクの唐辛子です。完成。余熱でしっかりと火を入れます。